皆さんもっと前に来てくださいね。トークショー始まりますので、皆さん前に来てください。ください。それこそ今の時期ですよ。今結構釣れてるらしいです。大きい味が本当に、うん、素晴らしい。でそういうのもね、そういういろんなまあ釣りができますから。けど、ビッグミノをちょっとバカにしてんのかみたいな。本気ですから。僕も本気です。彼ももう完成間近ですよね。あ、まあまあそうですね。あと1個だけ。欲しい気持ちの分だけ前の方にお越しください。欲しい人はほとんど前の方に。どうぞどうぞ、来ていきますよ。行くよ。はい、83番。まあね、金のかかんない釣りなんで、そうでもこれから始めたいとかだったら、おすすめの釣りですね。来て、行って大きい魚釣れますしね。前来てください。どうぞどうぞ前来てくださいね。ここで誰か来てくださいね。誰か来てください。僕はそのロングウェイの本質をそんな分かってないんで難しいですよ。ミノーって結構ミノご来場のお客様にお知らせいたします。
という質問が今日もたくさんいただいております。朝から本当にたくさんいただいております。で、まあ、書いてある通り、まあ、探る、誘う、かける、でそのすべてを意のままに、本当に意のままにできるっていうのは一体どういう竿なのか。さあ、でも魚も負けじと走ります。はい、残り 10m。 はい、いいですね。さあ、何がかかってるのか、そろそろ水面見てみてください。はい、右側に刃物準備完了しております。おお、おお、フグ、フグが釣れました。え、じゃあそのエステルを使うシチュエーションっていうのはどう？ほんまに筋トレで釣れる、手元で。あ、その時はエステルの方がいい。このエステルは結局リーダースケがダメじゃないですか。そうだね、透明の糸になんかリーダースケの尺だ。
ブルーウェーブのエキスポーターです。その活動ワインは、どうも皆さん、こんにちは。どうも、こんにちはです。ありがとうございます。